コトカちゃん、無事でしたか？メリアさん、来てくれたんですね。私は無事です。こちらは、覚醒手に石、これでこのエリアから抜け出せる。やけに協力的ですね、誘拐したくせに。ごめんなさい、ムーナさんは私のお願いでここに連れてきてもらったんです。私の目がそういう未来を見せてくれたので。へえ、裏切るつもりはなかったのかな。正直あったわよ。でもあの子は私のためにわざわざ危険を選んだ。ならその誠意に背くほどまだ私は廃れていない。そう、なら簡単な一仕事をお願いしてもいいですか。簡単な、どんな仕事？コトカちゃんに会う、最高の指揮棒を、せっかくなのでここでコトカちゃんの歌姫、を使います。スカルド戦場は収まったか、攻めてくると思いきや全然攻めてこなかった、ただ力を暴走させただけか。オーラ量も3強くらいか、俺の通常より高いじゃねえか、よかったな。雰囲気が今ので一気に変わったな。さて、どこまで楽しませてくれるか。いいじゃん、さっきのバリ払い。まあまあ、弁護士になって、これも持ってて。肌を使いつくように指揮して、しばらこう。何属性秘めてるからな、カッカしてるお前にだって聞くぞ。へぇ、ちょっと舐めてたわ、オーラだけじゃねえな。自我を失って本能で戦っているから強くなりましたってか、都合のいいこった。聞くより発光、前提、進行。オーラ技術を使いこなしている。東野さんでも、前進は使いこなしたけど。ご主人は、前提、上進、そういう意味で選ばなくてより発行の方が俺ら技術は上、強くのき。おい、付き合ってやるか、お前目的見失ってるぞ。俺狙ってもいいねって言ってんだろ。だからどうした、お前の正義は間違っていた。そのせいで多くの不幸を生んだ。責任を取れ、お前の命で。どいつもこいつもてめえで学べなかったものを俺のせいにしてんじゃねえぞ、情けない。ならお前は悪魔の力に手を出してなお、なんで効果を守らなかった、そばにいなかった、信頼されてなかったんだろうが、お前が雑魚でバカなことに時間かけてるからその場に立ち会えなかったんだろうが、一人の男として惚れた女守れなかった時点で終わってんだよ。それをまだ他人の責任にしているなんて手延べだ、救いようがねえよ。ああ、目のこと悪い、お前程度が低いわ。悪とか正義とかの問題じゃねえ、一人の人間として終わってる。俺は正義も悪も人として筋を通す奴は嫌いじゃねえ。だがお前は不愉快極まりない、クズだ。目的だってどうせ世界平和とかじゃねえだろ。放火に褒められたい、惚れられたい、防衛軍に褒められたい、俺たちから老化を後押ししてもらって、放火を振り向かせたい。せいぜいそんな下心だろ。それで正義とか大層な看板背負って私利私欲を満たしてただけじゃねえのか、否定してみろよ。ねえ、お前から俺も納得するような考えと覚悟を見せるか、それが無理ならば天界法を拝んで殺そうとしてたが。お前を見ているとお前みたいな男を老化していた俺自身に腹が立って仕方ない。もうどうでもいいから消えろ。天前。私としてもが展開法は一度見ておきたかったのですが、仕方ありませんね。終わったのですか？三丁程度のオーラでは月夜に発光を止めるのは不可能。すごいですよ。今の私のオーラ量でも絶対に勝てると言えないのですから。でも、あれ、おかしいな、私には。これで終わったようには見えない。それどころか、何か、これまで見ないほど嫌な予感がする。なんで、誰もこの不安に気づかないの。お願い、嫌かもしれないけどお願い、全員を今すぐ癒してください。じゃないと後悔する、絶対に。コトカちゃん。コトカちゃん、さっき何か見えてました。大きな、すごく大きな。何か、それが、お父さんの背後に。今確実にコトカちゃんの目が発動していた。私には見えない何かをコトカちゃんは見たんだ。わかりました。今ここにいる全員の傷を治します。後期、攻略。なんだ、まだ終わっていないのか。あいつら、何をしてやがる。確実にラディウスは殺した。ファルドラ戦に向けてか。なんだ、このバカみたいなオーラ量は。ラディウス、だがこんなオーラ、あいつの体が保たれないだろう。ロッテッチョー。バカな、地球人でここまでのオーラ量を出せるなんて。まずい、ここまでのオーラ量ならできてしまう。神域でかい。今はただ、この理不尽で虚無な世界に光の制裁を。悪事件だ、展開法、ここまでしよう、ダーク。
ている。ロイドも立っている。戦力は問題なし。くそ、これがが展開法。正直ここまでとは想像していなかった。闇の力、光の世界である私たちの常識とは違う。力。これ、想像以上にヤバいぞ。勝てるのか？アルドラ、お前、ポーカーフェイス得意なんだろ。ビビんなよ。ただ一言、面白くなってきた。そう言ってればいいんだ。なんだ、あれがトトの本気？凄まじいようだよ。トト、アルドラ、これで戦力は5枚。アルドラを仲間に加えたんですね。さすがご主人。あの一撃でコトゥーモノオーラを抑えに抑え込んで消費した。素人なら500強は消費していたでしょうね。トト、俺から全てを奪った男。ラディウス、久しぶり。随分見ないうちに醜い姿になったもんだ。それはフォーカさんのセンスか。悪魔公爵系の BL とか好きそうだもんな。あの人、好み聞いたことないけど。あんたを救いに来た。まだ可能性を信じるなら俺の言葉を聞け。天の絵フォーカは言っている。お前が正義に戻るきっかけはこれで十分だろ。見えすいた嘘、誰もがわかる嘘をつくな。ぶっ殺されたいのか。そうかよ、提示された希望にすらすがれないのか、お前は。ならお前が希望に目を寄せるまで俺がお前を正してやるよ。救われる準備はできたか。子供みたいに孤児になってると救えないぞ。来いよ、お前の全てを石を突く耳持たない。その耳に再度お前の希望を突っつけてやる。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。